2010年の各国の女性による政治参加を示す世界地図女性政治家とは政治に職業として携わっている女性のこと。世界の各文明における女性の政治的な地位は男性に劣後することがほとんどで、女性が政治に参与することは世襲、血縁による場合を除いてまれであった。20世紀になり人間の自由、平等性に基づいて、 女性の社会進出が必然の期欠となると女性の政治参与が次第に見られるようになった。さらに20世紀後期になると欧米諸国では女性政治家の存在は極めて自然のこととなった。欧米諸国の中には女性の進出を担保するためクオータ制を採用している国もある。フランスでは国会議員を男女同数にする仕組みになっている。 平等権を基礎とする民主主義社会では女性政治家を特別視する必要はなく男女に関わらず政治家としての能力実績が問われるべきであろうが政治の世界において男性優位の風土を持つ傾向が強い国ほど男性政治家でないことが注目されることになる選挙に立候補をする女性候補の中には何かと女性であること女性の代表を売りにしたり 女性の地位向上を超えたからかに叫ぶ者もいる。一方で、女性有権者のみに限定された制度で選出された、政治家でない限り男女区別ない選挙制度で、当選した政治家は、男女運動よりも有権者の代表として、ふさわしいかを判断すべきとして、そのような主張をする女性候補へ反発する人もいる。また、女性の代表を売りにした候補者が乱立した結果、 全滅し、結局男性候補者のみ当選したというケースもある。2013年10月25日時点において、女性国会議員比率の世界平均は21.5%で、ある。2013年4月1日時点における、189カ国の会員または一員制の各国国会における、女性議員比率の上位10カ国は、下の表の通りである。 新たな数値は、インターナショナル IDEA、ストックホルムユニバーシティインテル、パーレメンテリーユニオンのウェブサイトにおいて2014年2月分まで入手可能である。h t t p w w w q u o t a p r o j e c t o r g q u o t a s c f m 主な英語圏の民主主義国は、 主に上位40%に位置する。ニュージーランドは女性国会議員比率が32.2%で189カ国、127位。オーストラリアは会員が同24.7%及び上院が同38.2%で46位。カナダは会員が同24.7%及び上院が同37.9%でオーストラリアと並び46位である。 イギリスは会員が同22.5%及び上院が同22.6%で58位。アメリカ合衆国は会員が同17.8%及び上院が同20.0%で78位である。これら各国国会における会員及び上院がすべて民主的に選出されたわけではない点に注意する必要性がある。例えば、 カナダの上院議員は首相により指名される。下の表は日本の衆参両院における女性議員の議席数及び議員定数に対する女性議員の議席数の割合を示す。衆議院の表では総選挙における女性議員の当選議席数を記載し、参議院の表では通常選挙後の国会召集日における議席数を記載している。 1977-2006年の米国上下両院における女性議員数2012年の連邦議会選挙で会員は77人が当選して上院は20人が当選して過去最大の女性議員が誕生した2019年女性は会員が102人上院が25人になった2017年イギリス総選挙では200人が女性の国会議員になった 欧米諸国では女性政治家が多くなるに従って女性が閣僚などの女性の政治要職となることも珍しいことではなくなった。20世紀末には女性が首相を務めたり閣僚の半数を女性が占めることもごく普通のことになった。そうした流れは欧米諸国だけではなくイスラム圏にも波及し何人かの女性が閣僚または首相に就任している。また、 アジア諸国でも大統領や首相といった要職を占める女性の例は多い。ただし、アジア諸国の政界では、世襲、遠赤による女性閣僚や女性首相の例が多く、女性の地位の向上とは必ずしも結びついていない。日本でも女性閣僚は誕生しているが、他の欧米先進国に比べると非常に少ない。日本において、 女性が内閣総理大臣になった例は、まだないが、国会議長、第二政党党首、都道府県知事になった例はある。また他の主要国では、アメリカ合衆国大統領、フランス共和国大統領など、過去に女性の大統領、首相経験者が一人もいない国はいくつかある。また、地方政治では、ネリー・ロスが1925年に、 ワイオミング州知事に選出されアメリカ初の女性州知事が誕生し、その後も多くの女性州知事が誕生している。2019年1月時点において任期中の各国女性指導者、ありがとうございます。